レッドのコッカーです。またまたですね、上桂川の方にやってきてます。今日はね、入ったことのない支流に入ろうと思ってます。まあ、ちょっとゴールデンウィークなんでね、あまり人来ないところの方がいいかなと思って、小さいちょっと支流を入ってみようかと思ってます。まあ、釣れるといいんですけどね。本日、タックの方ですけども、ちょっと規模の小さい支流に入るということで、ロッドの方はね、パームスの、レラカムイのウェブ限定モデルですね、4フィート2インチの、グラスモデルですね。 UL です、硬さ。あ、ごめんなさい、 XUL か、硬さ。はい、まあ結構太いですね、ブランクス。やっぱりグラファイトじゃないんでね、グラスなんで。でリンの方はいつもの、23アルデバンじゃない、カルカッタコンクエスト BFS です。これで今日頑張ろうと思ってます。でルアーなんですけども、先日ですね、発売になりました、YouTuber のストメンさんですね、ストメンさんが企画販売されてる、ラップっていうミノがあるんですけども、ちょっとこれをね使ってみようかと思ってます。ブルブルブル、いい感じですね、アクション。まあ、早いとこでも、まあ、使わないことはないかな。ちょっとね、やっぱり小さい場所に入るとどうしてもね、巻き潮がね短いんで、早めに立ち上がってくるルアーの方がありがたいんですけども、これは良さそうですね。いないか。結構ね、やっぱり重量あるんで 4.5g ぐらいでしたっけね、あるんで飛びますね。ミノーとしてはかなりウェイトね大きいですよね。入る支流はここですね、山須川っていう支流になります。まあ、もしくは何だったかな、知性の谷川、そう呼ばれることもあるみたいです。あ、いきなり、あ、来た。あー、惜しい。今バイトしてきましたね。ちょっと小さい個体でしたね。やっぱりちょっと小さいのかな。もうさすがにアマゴだから出ないか。あ、スイスしてる。あそこいるな。そこそこのサイズのがね、泳いでるんですけど、ガムシですね。あ、いそうなんだけどね。気づかれたかな、ちょっと。近づきすぎたかもしれない。
あ、来た来た来た。あ、バレた。またバレしちゃったよ。見晴らしだね。いますね、でもね。魚がね、なんかいっぱいいますね。多分アブラハヤかカンツなんでしょうけど、あ、チェースしてたな。チェーやな。ちょっとでもでかいかな、このリアだと。結構ね、魚の反応がありますよ、僕がね。まあ、釣れそうな感じで。ここもね、良さげなんだけど。チェイス。魚ってはね、結構あるよね、ここ。あ、チェイス、チェイス、チェイス。プイプイプイ。あー、くそ。バイトしてきた。うわー、活性高い。なんで食わせられない。もうダメだ。あー、食えよ。カスモルまで追ってきたね。うわー、何それ。持ってこないか。うわ、激アツだった。熱いだな。持ってこない。あ、来た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 。サイズはね、小さかったですけど、15センチぐらいですかね。出ましたね。まあ、前回ね、アマゴじゃなくてニジマスだったんで、久しぶりのアマゴってことになるんですけど、結構ね、ただ巻くだけでこんな感じでブルブルモグリングしてくれるんで、魚のね、反応もいいですよね。最初から追ってましたからね。ここね、割と魚影思ったよりね、濃いと思います。雰囲気的にはね、
去年入った押尾川に似てるんですけども、まあどっちかというと沢に近いような軽装ですよね。で割とそんなね急勾配じゃなくて、どちらかというと平坦で、まあ、ただ、大きな岩あったりするんで、まあ素行が簡単かっていうとまあ微妙なんですけども、いい感じのあれかもしれないですね、川かもしれないですね。一応ね支流なんですよこれでも。桂川の支流としてはかなり小規模な方だと思います。出てこないか。出てこないよね。ああ、見分かった。見た目だね。魚の反応がね、遠のいてきましたよね。さあ、結構な大場所ですよ。持ってこないか。いや、いや、ちらっと見たな。もうあれかな、見切られたかな今ので。ちょっと目が合った感じだったし、ちょっと不用意に近づきすぎた。チュッチュッ、食えよ食えよ。 あれでもアブラハヤっぽいな。ここいるのかな、アブラハヤ。あ、チュッチュッ、食っ食え、食った、よっしゃ。え、バレた、嘘だろ。結構いい方だったのに。アナゴだよな、確実に。惜しいことした。まあ、しょうがない。発生がね、結構高いんですよね。あ、チュースだ。あー、惜しいな。あ、チュースチュース。うわー、発生高いよ。
ああ、チェイスだ。こういうところにもついてるんだよね。もう追ってこないよな。来い。あー、帰っちゃったか。そうですね。チェイスが下がった感じだった。さて、もう雨ね、時間なくなってきたんで、もうちょっと釣り登って終わりにしようかと思うんですけど、いるわ。目がかりそこで、あ、チェイスしてるけど、すごいな。チェイス、いっぱいチェイスしてる。出るかな。難しいよ。やべ、あれは。あ、チェスしてる。くれよ。くっそ。またチェスしてる。食わない。
やばい、助かった、はい、少し進んだけどね、まあ、同じラップなんですけどもう一色持ってるんでちょっと色変えてやってみます。体験してきました。今日はですね、まあ初めての支流になるんですけども、山須賀、セロ谷川ですね。ちょっと釣り上がってみたんですけども、まあ今日は勤めさんのラップ一本で釣り上がってきましたけども、結構反応良かったんですけどね。結局釣り上げたのは1匹だけで3バラシ、チェイス多数みたいな感じでした。割とここ魚影思ったより濃いですね。あんまり叩かれてないっていうのもあるんだとは思うんですけどね。まあ林道がね並走してるんで割と入体験しやすいです。ちょっと深いところもあるんですけどね。まあこんなもんかな。ゴールデンウィークだし、まあ本当はねもっと釣れた思うんですよね、正直ね。でちょっとね、今日のラップっていうのはこれ50ミリ5センチなんですけども、できればね感覚としては45が欲しい。やっぱり京都の径ってやっぱりどうしても放流規模小さいんで、まあ、3月のね解禁時期の放流魚狙いも逃すと、まあ、天然をね狙っていくしかないですけど、そうすると15センチぐらいの小さなやつがターゲットになってくるんですけれども、なかなかやっぱり食わないですよね。トレブル使えばね全然違うと思うんですけども、ちょっとやっぱりね3000ちょっとするルアーなんでラップって目がかり考えるとね、やっぱりトレブルはちょっと怖くて使えないんで、まあ良かったですね、反応はね。まあ何にもね期待感がないなくて釣り上がるよりよっぽどね、いつ釣れるだろうと思いながらね登ってたんで、まあ楽しかったですよ。来てよかった。ここねどうしようかな、もう動画にするから、まあ隠し沢ってわけにもいかないし、まあ乗ってるんですよ、漁協のマップにもここと。ただ多分皆さん入られてないんじゃないかと思うんで、あんまり。で、ここよりはね、魚影薄い印象なんですけども、まあわかんない。もっと奥釣り上がったらわかんないですけども、お塩川っていうのもね、去年入りましたけど、あそことよく似てる感じですね、形相としては。割と、まあ、小渓流、もう沢に近いような形相なんですけども、まあ、林道並走、まあ、並走してるんで、あそこもそうなんですけど、お塩もそうなんですけども、割と、まあ、入りやすいと思います。これ、車でね、入りますよ、多分。ただ、舗装されてないんでね、お塩もそうだけども、どこまで登るかは、まあ、車次第じゃないですかね。ここはあれなんですよね、小さい沢がいっぱい流れ込んでて、そういう水を集めて、まあ、流れになっていってるような感じなんですけど、流量はね、割と多いんですよ。まあ、時期的に、雨が多かったっていうのもあるんですけども、全然釣りになる水量あったんで、またちょっと機会があったらここ来てみたいと思います。はい、さ
まあ、ゴールデンウィークもね、また調校しないといけないなと思ってるんですけども、まあ、どこ行こうかですよね。クタはね、多分厳しい。今日はね、釣り大会あったはずなんですよ。行ってないですけどもね。まあ、クタの方はね、6月に飯田さんのスクールがあるんですけど、それはね、参加することになってるんで、まあ、それはまた動画にできそうにしたいと思っています。本日はご視聴ありがとうございました。次回も頑張ります。